ハードコアホーリーのリングネームで知られるボブホーリーはアメリカ合衆国のプロレスラー。アラバマ州タラデが出身。危険を顧みないファイトスタイルからハードコアの異名を持った。1987年、ガルフコースト地区のインディー団体はおにてデビュー。以降、ハリウッドボブハワードのリングネームで SMW などのインディー団体を転戦した後、1994年から WWF に所属する。当初は、レーシングドライバーのギミックが設定され、スパーキープラグを名乗ったが、これが商標だったことからすぐにボブ・スパークプラグ、ホーリーに改名した。1998年には、バートガンと共にタッグチームを結成。伝統ある、チーム名のニューミッドナイトエクスプレスを名乗り、マネージャーには1980年代に、 NWA 券で元祖ミッドナイトエクスプレスを率いていたジムコルネットがついた。WWF にハードコア王座が設けられると、その王座を争う主要なレスラーの一人となり、同時にリングネームもボブハードコアホーリーを経て、ハードコアホーリーとなる。 またクラッシュホーリー、モーリーホーリーとギミック上いと異となり、ザ・ホーリー・カズンズを結成した。2002年のブロックレスナーとの対戦で、レスナーがかけたパワーボームが失敗して首を骨折。2003年に復帰するまで13ヶ月間リングから離れた。2003年11月のサバイバーシリーズでレスナーを付け回す復讐期としてのアングルで復帰。しかし、 あまりにもレスナーに対する暴走が過ぎ、試合開始前から襲いかかり、それを止めたレフェリーにも手を出したことで退場。2005年には自身の主催するレスリングスクールをアラバマ州に開設した。2006年、ハードコアの戦歴を評価され ECW に移籍。9月にロブバンダムと対戦した際、背中に15センチメートルもの列車を覆い2週間ほど戦線離脱。 復帰後、ラシュリーに ECW 世界王座の挑戦権を奪われ、因縁が生まれる。2007年2月、ラシュリーの持つ ECW 王座をかけた三つどもえ戦に出場。その後は RAW に移籍し、コーディローデスとのタッグで活動。同年12月、コーディとのタッグで世界タッグ王座を獲得。久々の体感となったものの、2008年6月に、 行われたタイトル防衛戦で突如パートナーのコーディに裏切られベルトを失った。レスラーの入れ替わりが激しい WWE において15年の長きにわたり団体に在籍し続けていたが2009年1月に解雇された。WWE 解雇後2009年5月にイングランドを拠点とする VPW に参戦。UK キットと TLC マッチを行い勝利。 2010年2月19日、ICW にて、ビリーガンとシングルマッチを行い敗戦。4月16日には、WFX にて、サブウートタックを組んでザ・ブラザーフットと対戦して、勝利した。2013年3月19日、ティネの、ワンナイトオンリー PPV である、ハードコアジャスティス2に出場。ジェームズ・ストームマグナスと組んでエ、エイシズエイツと対戦して、 勝利に貢献した。コーディローデスにアラバマスラムを放つホーリー。ありがとうございます。